はいどうもジェリーです。今回はね、初心に戻って万能アイテム的なものを紹介していきます。初心に戻ってって言ってもつい最近なんかそっち系の紹介したような気もするけど、まあ今回こちらですね。はい、吸盤クリップ、どうこれ。4つ入り Amazon で買いました。下手したら100均にも売ってるかもしれないですけど、でも Amazon で念のため買いました。ここをね、やっぱり家から出ないという男なんで、基本的にはネットで購入してます。まあこれね、裏にはこんな感じで使いますよって書いてますけど、そんなもんバリバリバリいったろかっていう、そのレベル。何を買いとんねんお前はと、そう言いたい。この説明書にはね、国王が今回何に使っていくんかっていうと、例えばね、皆さん、お持ちでしょう、こういうクリアポスター、クリアポスターかな、クリアポスターとか、まあ紙のポスターでもいいですよ、紙のポスターでもいいし、あとこれタオルね、国王は今回タオル飾っていこうかなということで、ちょっとね試しに購入してみました。じゃあ早速どんな感じか、まあちょっとつけていきましょうかね。はい、チェリーゼアス、はい、早速ね飾っていきますけど、まあちょっと今回はクリアポスターは飾らないんですけど、例えばこんな感じで飾りますよって感じで、見本としてね飾ってみます。こんな感じで上につけといて、これをドスンと押し込む、声出してね押し込んで、普通にこのまま押し込んでたら3日後外れますんで、こういう感じドスンと押し込む、声出してもらったら1年以上ひっついてますんで、はい、そういうところやっぱり小さなところからね心がけていかんとあかんと思うんで、ぜひね真似してみてください。もう一回やろうか、もう一回いっとこうかな、いくよ、せーの、ドスンといって、おーちょっと、ドスンといって、おーちょっと、おいおい危ないわ今の、あんまりね調子乗りすぎたら今みたいなことになるんで、声は出さんとってください、普通にゆっくりやってください。はい、こんな感じです。よくない、こういう、だからガラスケースに貼るのはこれはまあないけど、まあ例えば部屋のどっかで吸盤が使えるって場所があれば、穴を開けずにクリアポスターパックリ飾れちゃいますんで、こんな感じで真似してみてください。じゃあ次タオルいきますね。あー、ゆいかちゃんをとうとう開けてしまうのか、俺の保存してたコレクション、秘蔵コレクションが、あー、いけ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 、いくぞ、せーの、まあ、せーのはいらんわ、もういくぞ、パシャオはいはい、うわ、ちょっと待って、でっか、うっそ、俺さ、これね、ゆいかちゃん、これ折ったやんか。縦だけかと思っとったやん、この細い感じ。めったくそでかい。出てきよった。おいおいおい、もう商品紹介やってこれ。うっそ、俺縦向きやと思っててさ、こうやって飾りますねーとか言う予定やったんよ。横ですやん、これ。どないして飾れって言うん、これ。ちょっと一回飾ってみよっか。あかんってこれ、めちゃめちゃ可愛いけどさ、横向きか、うわー台無しや、これ飾られへんがな、ほんまか、まあいっか、もう開けただけでも可愛い。今まで開けずにね、じっくりコトコト煮込んでたわけですよ、このまま開けんとこかなって思ってたぐらい煮込み倒してた、もう箸でもたれへんぐらい煮込んでたんですけど、今回やっとおっぴらげ、めちゃめちゃ可愛い。やっぱええわ、変好き。あ、なんか肩汚れてる、新品やのに。うーわ最悪、ゆいかちゃんやられてるし。おい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 、まあまあええわええわ、皿やからな、まあで、これ結構出とるやつやな、これ結構出とるやつやな、これねえ、ゆいかちゃん映ってない？結構出てますやんこれ。あ、そう、いやでも飾りたいな、これは。ちょっとね、もう縦でもいいかな、縦でちょっと一回飾ってみましょうか。どう、縦でも悪くなくない？ただね、
これガラスケースのね、ちょっと分かりにくいけど、このここ側の側面に貼ろうとしてるんですよ。言うたらこっからポンポンと中にね貼って、こっちから見れるようにしようかなと思ってるんですけど、横幅足りるかな、ちょっと入れてみよっか。別に縦でもいいよな、意外といけるよな。ちょっとやってみる。なんかちょっとね、無理な香りがしてきた。うん、正直なところ、どうしよう、どう入れたらいいの。まあ、これもやっぱテクニックの見せ所ですよね。こういう感じ見とってくださいね。フィギュア一応出しとこうか。ちょっと邪魔になりそうなフィギュアは出しといて、もう見とってください。あんまりアップにできないんで、しっかり見とってください。プロのテクニックを、こういうこと、こっからね、見とってください。あ、待てちょっと横幅が無理かもしれない、そもそも。あ、いけるかな。まあ一回行ってみよう。国王やからいけるわ、絶対に。国王は何でもできる男ですからね、はっきり言うけど。テクニック見とってくださいよ。いくぞ、よっ、ほっ、見とって、よっ、見た、これ、よいしょ。こういうこと、映ってるかな。多分かなり映ってへん可能性出てきてるけど、声だけ聞いてて、声だけでテクニック分かってくると思うんで、こういうこと。ほんでもう一発、最後の大詰め、これね、じっくり見て、じっくり、いくよ、よいしょ、よっ、あっ、よし、声だけ出しときゃいける、オッケー、一旦ちゃいますか、よいしょ、あれ、いけてるこれ、幅いけるこれ、無理な可能性出てきてる。これボツかな、ボツかもしれません。あー、これちょっと幅があかんかもしれん。ここは何でもできる男ですからね。ぐっちゃぐちゃですわ、わかる、シワシワなってる。これもうちょっとね、細かったら確実に入るんですよ、細ければね。うん、細かったら入るんやけど、俺開けるまでこんなサイズって知らんもん。なんかマフラータオルぐらいのサイズかなとか思って、気軽にここに飾れるんちゃうかなとか思ってたんですよ。めちゃめちゃ太いやんけ。おー、なんか腹立ってきた、一人で何してんの俺、ほんまに。これおじゃんやな、どうしよう。はい、ちょっとね、ガラスケースの中に飾られへんくて、どっかに飾ったろうと思ったんですけど、やっぱり飾る場所がなくてね、今ちょっと見本みたいな感じでこんな感じで飾ってます。もう正直これは完全なるクリップの使い方のみです。こんな感じで貼ってください、誰でもわかる。こんな説明誰も求めてへんと思うもん。こう貼ってください、吸盤の使い方ぐらい分かっとるわ、もうけ、バカにしとんのかみたいななってる可能性出てきてるけど、これしか言うことありません。ここを今回飾ろう思ってたらサイズがでかすぎやよ、これ。俺これの半分ぐらいのサイズや思っとったんよ。だからあの、このガラスケースのね、壁沿いにぐわーっとこれ下に飾れるんちゃいますかと思ってたのに、やこのサイズですわ。ただでも可愛い、めっちゃめちゃ可愛い、これいいでしょ。まあこれはね、また封印します。うん、また袋の中に眠ってもらいましょうかね。時が来たら使おうかなと、はい、飾る場所ができたら使おうかなと思っておりますので、今回ね、このクリップ、まあ自分の部屋で吸盤させるところで、飾れてないところとかある人がいたらね、こういう感じで挟み込んで飾ってあげてください。まあタオルとかクリアポスターとかね、普通のポスターでもこう下もね、こんな感じで両方引っ張ればしっかり飾れると思いますんで、よかったらね、Amazon の URL 概要欄に貼っときますので見てください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。